皆さん、こんにちは。貧乏です。今日はですね、ご飯と、カップヌードル。あと、カニカマサラダフライ。これ初めて食べるんですけどね。ちょっとどうかなと思ってます。さらにですね、このカニカマサラダフライにチーズを乗せてみようかなと思います。もう一枚。美味しそうですね。こんな感じです。それで、あとは、このカップ麺にですね、かつお節を入れてみたいと思います。おりゃー。いいですね。かつお節が踊ってますね。あ、踊ってないか。よし。あと、おかず海苔は、まあ、ご飯にのせましょう。これは。おかず海苔。パリッ。いい香り。それで、マヨネーズを、でかいでしょ、これ。かけてみます。わ、カロリー爆弾ですね。それではいただきます。まあ、これはなんていうかおにぎりみたいな感じですね。ぐちゃぐちゃ。じゃあ海苔と一緒に食べてみます。これはもうおにぎりです。おにぎらずですね。握ってないからおにぎらずですね。早速、カニカマサラダフライ、食べてみます。チーズが溶けてるかな？あら。 まだ溶けてないみたいですね。困ったな。 よいしょ。じゃあこのままいただいてみます。うまっ。
まこれ。最高。ちょっとこのままいただいてみます。うまっ。美味しいです。じゃあ、かつお節カップラーメン。これは間違いないですね。こんな感じです。皆さんが予想する通り美味しいです。予想通りの味です。最高ですね。おお、定番の味です。これすごいうまいですね。カニカマサラダフライ。最高です。素晴らしい。やっぱ冷凍食品って美味しくなってますよね。すごい。食べちゃいました。あとカップ麺、汁物ですね。
おいしい。はい、食べました。ごちそうさまでした。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またねー。